こんにちは、シモーカーでございます。ここ最近ね、休みがちでした。私ね、数週間前に、1週間腰痛で寝込んでたりとか、あと東京行ったりしてね、東京に出張行ったりとかして、ここ開けてたわけなんですよ。ですんでね、それ以降が、待っておられたお客様がね、いらっしゃるんで、その方々をですね、順番にこなしていってたわけです。で、昨日やっとね、ちょっと落ち着いてきた感じがあって、で空き時間が、出るようになってきたんでね、タイミングよくその時間にですね、新規さんが、お二人がね、飛び込んで来られたんですよ。で、お一人の方がね、おばちゃんですよね。60代ぐらいのおばちゃんで、奈良県のもっと南の方に住んでた方なんですけど、最近この辺にね、数ヶ月前に引っ越してこられたっていうことで、まあ、この辺といっても、北口の方ですね。私たちは南の方なんですけど、北口に引っ越してこられたっていうことで、最初はね、北口で、何でも揃っちゃうんで、生活できるわけなんですよ。で、私の隣に薬局があるんで、何かの用事で薬局に来られた時に、私のこのガチガチ専門店を発見したそうです。で、その方はね、本当にガチガチで来られたわけなんですけども、もちろんね、いろんなあのマッサージ店とかサロン行かれるそうなんですけども、むち打ちをされてね、数年前に、バイクで、単車で車と接触してむち打ちになって、そこから、凝り方がひどくなったとおっしゃってました。もちろん病院にも、行って通われてるそうですけどもね。で、口内炎もだいぶひどくなってきたから凝ってるんじゃないかなっていうね、自己分析のもと来られたわけで、ほぐしてあげたんですけども、やっぱガチガチさんってね、思いますよ。本当にほぐしやすいなって思うんです、この点を使えばね。で、もう触ったら本当にこんなんですよ。カチカチなんですよ。もういいですよね。手応え点でコツンと当ててあげるだけですから、第1点目からね、トンと置いた時点でもう効いてますから、もうお客さんのこう息が聞こえてくるわけですよ。深い息が、あーっていう声出るじゃないですか。本当に凝って痛い時っていうのは、そこ押されたらあーってなるでしょ。だから第1点目でね、そういう声が聞こえてきたんで、あ、聞いてるという手応えを感じながらですね、あとはちょっと痛すぎないですかっていうことだけね、声かけて、痛すぎたら言ってくださいねっていうことだけ言ってあげて、あとはもう黙々とやってあげました。そしたらだいぶね、最後はもう両手でガーッと肩を揺らせるようにほぐれてったわけなんですよ。でね、もう一人の方が、車で来られたんですよね。で、車で走ってたら、この辺っていうのはね、郊外店のニッキュッパのお店がたくさんあるんですけども、それにもかかわらず、わざわざこの駅前にヒュッと入ってきて、ガチャンと開けて、今開いてますかと、行けますよっていうことをね、お伝えしたら、じゃあ今から駐車場入れてきますっていうことでね、パッと行かれたんですよ。で、私のところは特にね、駐車場のサービスも一切やってないですよ。もちろんあの自腹切ってもらいます。で、10分のお店なんでね、決して安くはないんですけどもね、本当にしんどい人はそうやって来てくださるんだなと再確認したところなんですよ、ね。で、その方もね、本当にもう楽しいぐらいガチガチあってね、もうカチカチあって面白かったですね、やってる私はね。でもその人はね、もう触るだけでっていうか、もう何もしなくてもズキズキうずいてるぐらいしんどかったそうです。で、最後はもちろんね、動くぐらいに柔らかくなって帰っていきましたけど、でね、あのガチガチさんね、しんどい人ほどね、やっぱりこう、なんていうのかな、もうすごい息が深くなるし、なんかフェイスパッドにね、私手ぬぐい引いてるんですけど、そこに顔当ててもらうんですけど、施術終わった後ね、帰った後見たら、もうよだれでびちょびちょの時っていうのも結構あるんですよ。もうそれは仕方がないです。もう痛くてしんどい筋肉をコツンと押され続けるとそうなりますってね、さっきも言いましたけど、そういうとこ押されたらわーなるじゃないですか。もう口もあーってなって、そのまま眠りに入ったらよだれね、勝手に出ますから、もうそんだけしんどいっていうことです。だからね、あのこれ見てるお客さんはね、施術受けに行こうと思ってる方はね、もうそんなん全然気にしなくていいですね。ちゃんとその手ぬぐいも洗って消毒してやってます。で、ベッドも拭いたらしまいですからね、ちゃんと消毒殺菌もしてますから、そういう方って結構いらっしゃるんで、多いんでね、全く、なんていうんですか、遠慮しないでください。気にしないでくださいね。